本日は日本一スタイルのいい野球女子椿リオがあっぱれ初打席に挑む。はいどうも、しびざるじゅんです。本日はオープン戦の様子をご覧いただこうと思います。ワイさんは中ヤンズプラスさん、在学中の慶応大生と OB で構成された強豪チームです。本日のあっぱれのスタメンこちら、なんと徳さん、パチさん、ゾエさん、田上さん、海星くんがいないというファイヤーフォーメーションになっております。なんと6番ではファーストに兄貴が入っております。普段試合に出れてないメンバーを中心に組むオープン戦ということで夜に行われまして、いろいろな用事でみんな来れなかったです。キャッチャー方強いというわけで早速見ていきましょう。まずは先頭の1番、私しびざるじゅんです。初球デッドボール、いきなり当たりました。しかし1番として塁に出られてハッピー。そしてワンアウトから3番鉄平さん、素晴らしいボール。中ヤンズプラスの先発ピッチャーさん、すごくいいボールを投げていました。そして鉄平さん、この技ありなレフト前ヒット、ワンアウト1塁とチャンスを広げます。この後4番コートさんがフォアボールで歩き、5番の竹さんがこの辺りセンターの頭を越す、センターオーバー、サードランナーしびざるじゅんホームイン、そして二塁ランナー鉄平さんもホームインして、あっぱれ2点先制で幸先スタートを切ります。そしてここで打席には6番ファーストでスタメンの兄貴、ワンアウト2、3塁打った、初球の浮いてきた変化球センターに運ぶもやや浅めのフライ、コトさんタッチアップ、滑り込んでセーフ。初回3点先制といいスタート切ります。あっぱれの先発ピッチャーはショーです。実は最近ですね、兄貴の英才教育を受けながら貴重なサイドスローとして武者修行中でございます。キャッチャーはゾイさんの代わりにコトさんが入っております。早速ショーの投球見ていきましょう。まずは1番打者、はい、初球相手バッターもしっかりと振ってきます。はい、これ先に当たり、落ち着いてさばくピッチャーゴロ、しかしサード竹さんめちゃめちゃカバー早いですね。はい、そして続く2番バッターなんですが、このバッターめちゃめちゃいやらしかったんです。はい、初球ボール、そして2球目ファール、力のあるまっすぐで押します。3球目、これも1球外れてボール、2ボール1ストライクからストライクを取ります。これで2ストライク2ボールと追い込みますが、ここからすごいんです。ファール、またファール、そして1球外れてさらにファール、そしてファールとめちゃめちゃ粘ります。まだ続きます。これもファールになり粘ります。さらにいいポイントでファールにしてきます。バッター、この難しいバックウッドのスライダーもファール、しかしショーもストライクに投げ続けますが、ここで外に外れてしまいフォアボール。なんとこのバッターに13球要しました。しかしストライク投げ続けたショーも素晴らしい、相手のバッターはより素晴らしかったなと思いました。はい、しかしショーも外から入ってくる、この軌道のまっすぐをうまく使って立ち向かっていきます。3番バッターをセカンドゴロに打ち取って2アウトランナー3塁、そして4番バッターに対してはインコースのストレートでサードゴロ、初回無失点に抑えます。この日のショーは、ランナーを背負いながらも要所を締めるピッチング、打たせ取る小気味いい投球を披露し、この伝家の宝刀シンカーをうまく使って3回1失点で降板します。まだまだ期待しているから頼むぞショー。
はい、そして私守備猿の2打席目でございます。ピッチャーは先ほどと同じサイドスローの投手。初球、これセーフティーの構えしたんですが、サードのチャージがめちゃめちゃ速くて思わず引いてしまいました。2球目、これアウトコースのまっすぐ、キレのあるまっすぐに空振り。さあこれを見てキャッチャー外に3球目構えますが、逆球に来たまっすぐを捉えてレフト前ヒット。今のシンスローでご覧ください。まあ逆球ではあったんですが、インコースのボール、たまたまですがうまく肘を抜いて回転して打つことができたかなと思います。しかし続く2番カモシが詰まってセカンドフライに倒れ、この回は無得点。チューヤンズプラスのピッチャーさん、尻上がりに調子を上げ、この落ちるシンカーのようなボール、そしてこのアウトコースビタビタのまっすぐ、初回以降あっぱれ、完璧に抑えられます。さらに中盤以降、チューヤンズプラス打線火を吹きます。まずはこの打球、ケンさんのスピードボールを完璧に捉えてレフト前、さらにこの打球伸びてカモシが目測を誤りレフトを越えます。さらにピンチでリリーフした竹虎、ワンアウト満塁で4番バッターを迎えます。これうまく打ち取った球なんですが、デペサフナリナセカンドなんとか止めて1個を取りますが、1点を献上してしまいます。この回不慣れなポジションでの細かいミスやエラーもあり、一挙4失点、まだまだ課題が残るなと改めてみんなで感じました。はい、そして私守備猿の3打席目でございます。先ほどの打席まっすぐ打っているので変化球が多く来るんじゃないかなと思っておりましたが、そこに初球いきなりインハイの速いまっすぐでカウントを取られます。そして2球目も外のまっすぐ、あれまっすぐしか来ないのかななんて頭の中でちらつきましたが、3球目、浮いてきたスライダーにうまく反応することができ、レフト線に運びます。この打球がレフト線抜けてツーベースヒットとなります。スローでご覧ください。たまたまですが、浮いてきた変化球まっすぐちらつきながらもなんとか反応してうまく打つことができたかなと思います。まあたまたまですね、これは。そして最終回です。先頭で代打が国吉監督から告げられます。ここでついに椿ちゃんが代打で現れます。椿ちゃんですが、以前熊本では一度セカンドで守備固めという形で出場していましたが、この日は打席は回ってきませんでした。そこからバントの練習をしたり、デーブ大久保さんにバッティングを教えてもらってバットを振り込んできました。あっぱれ選手として試合に出たい、打席に立ちたい、そんな気持ちが彼女の練習の原動力となっていました。そして今日念願のあっぱれ初打席を手にします。初球、インコース高めのストレートでストライク。2球目、これアウトロービタビタのまっすぐ、相手投手も素晴らしいボール投げてきます。さあ椿ちゃん打ち返せるか。勝負の3球目、変化球が浮いてきた、チャンス。だーっと打ち上げてしまい、サードフライに倒れます。今の打席スローでご覧ください。この浮いてきたスライダー、甘いボール、
ここめちゃめちゃ紙一重、もう少しずれてればレフトの方向に強い打球が飛んでいた。非常に惜しかった打席でした。ちなみに試合は時間切れで3対5で、敗戦してしまいました。ジュアンズプラスさん、素晴らしいチームでした。また対戦お願いいたします。ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録とコメント皆様お願いいたします。